ナチョです、今日はですね、田舎暮らしとか移住とかを考えている人のために、ちょっとでも参考になればいいなと思って、僕のお家をですね、お見せします、2018年の9月にこの家を空き家をですね購入して、その11月に夫婦で、宮崎県の海老野市に移住してきました。それから空いてる時間を使って、まあ、ぼちぼちなんですけども、自分たちの好きなように DIY で、家作りをしてきました。もちろん素人なので、素人レベルなんですけども、まあ気に入ってます。その作業の様子っていうのはちょっと写真しかないので申し訳ないんですけども、まあ誰かの参考になれば嬉しいなと思います。では早速見ていきましょう。じゃあとりあえず玄関から行きます。はい、ウーボ。ここが、メインの玄関です。最初来た時には、ここに壁がなかったんですね。で、障子があって、ここに台があって、ここで靴を脱いで上がるっていう感じだったんですけども、僕はここに壁を自分で作って、こっちに台を作って、こっちから上がるようにしました。2人とも靴がちょっと多かったので、下駄箱を自分で作りました。たっぷり収納ができます。そしてすのこ、これも作りましたね。壁につけてるこの木も、廃材を利用して、作りました。色もだいたい、これはまあオイルステインで塗って、でこの壁は全部、クロスを貼ってます。全体的に白い壁で、木の部分は柱とかそういう木の部分はちょっと黒っぽい木目の見える、塗料で、塗るようにしてます。あと天井も、ちょっと茶色い昔風の、プリント合板だったので、今風のプリント合板にしました。あとここの電気は人感センサーがついてて、暗い時に入ってきたら勝手にパッとつくようになってます。玄関から入ってすぐの8畳の部屋ですが、ここを最初、畳だったので、無垢材のフローリングを貼りました。まあリビングみたいな感じで使ってます。これが、僕いろいろ作業するのでここに、作業机、まあ、これも自分で作ったんですけども置いて、パソコンを置いて、でこちらに、ディアウォールを使って、棚を作ってます。もともとの壁は、繊維壁って言って、石膏ボードにふさふさのなんか昔よく使ってたふさふさのやつがこう貼り付けてるようなものだったので、それをスクレーパーで全部取ってクロスを貼りました。柱は全部さっきと同じようにオイルステインを塗ってます。この天井も昔ながらのプリント合板が使われてたので、クロスを貼りました。そしてこの電球はライティングレール、を黒く塗って、でエジソン球 LED のエジソン球を 4球つけてます。最初引っ越してきたのが11月ですぐ冬が来たんですね。その時は、石油ストーブを、2つ置いて、でそれで、部屋を温めてたんですけども、海老野は寒くて、で石油がどんどんなくなっちゃうんですね。で何回も買ってあんま経済的に良くないなと思ったので、まあ、先を見越して薪ストーブを入れようということで、それはもう最初から考えてました。なのでこの床を張る時も薪ストーブのこの台を作る過程で、施工しました。この薪ストーブっていうのは非常に重いので、フローリングを張る時に、畳を上げた際、一番下の床下の部分に補強を入れました。でその後に、この枠を使
作って、でフローリングを張って、ここの台は、テーカル板を敷いてモルタルを敷いて、タイルを磁気タイルというのを買ってきて貼りました。でこの壁も、スタッドというこういう四角の、金の棒があるんですけど、40ミリのものを、壁に当てて貼って、でテーカル板、そしてレンガをモルタル練って積み上げます。これで、ストーブから出る熱が、向こうの白い壁まで届くことは多分ないので、火事の、まあ、危険もなくなるということで、まあ、とりあえず今年、使いましたけども大丈夫だったんで、うまくいったかなと思います。ちなみにこの薪ストーブの設置、煙突ですね、煙突をつけるのに天井を抜いて屋根を抜いてまっすぐ上げたので、これはちょっと自分じゃ不安があったので、業者さんにお願いしました。今年の海老名の寒い冬も、これで快適に過ごせました。しかも灯油を買う頻度もだいぶ減って、かなり経済的だったかなと思ってます。ただ薪を集めるっていうのは結構大変ですけども、まあ今年1年目だったんで、来年からは結構そこには余裕ができるのかなと思ってます。ここのスペース、もともと扉がついてて押し入れのような感じになってたんですね。でこれの裏がガレージがあって、そのせいでこういう変な形にしてたんだと思うんですけども、ここも有効に使おうと思って、まあ板を張って、ここにもともとついてた扉を後ろに持ってきました。壁っぽくして、で今もう薪を置いてます。あとこれ、ここのスイッチもこれすごい簡単で、ボックスとプレートを自分で買ってきて、で穴開けてトグルスイッチつけました。結構おしゃれです。でここの缶は実はこれ塩ビで、水道とかに使うプラスチックの缶なんですけど、それにアイアンペイントっていうので塗ると、ちょっと鉄っぽい風合いになるので、これ結構簡単にできるんでおすすめです。ここは6畳間なんですけども、まだちょっと完成してないんで、これが嫁さんのデスクと、でここをまあちょっと飾り棚というか自分で作りました。こちらもギアウォールを使ってます。ここが家の真ん中にある廊下です。もともと触るつもりなかったんですけど、工事の関係で屋根裏に登った時に、天井裏ですね、登った時にあそこの向こうから落ちてしまって、僕がで貼ってたプリント合板が破れたんですね。でもうやむを得ず、こちらも、天井を張り替えて、ついでに、ライティングレールを入れて電気を変えました。こちらもエジソン級の LED を使いました。でついでに壁も白くしようということで、同じクロスを貼って、ここの木の柱とかそういう見える部分には、オイルステインを塗って統一しました。床はもうそのまま最初からフローリングでした。ここにも 4.5 畳の畳の部屋がありました。この部屋を通って横切ってトイレとお風呂に行くっていう感じだったんですけども、それがちょっと嫌だったので、ここについたてを自分でつけて、ここを廊下のようにして、その余ったこっちの部分を、まあ、2人のクローゼット、オープンクローゼットのような感じに、しようということで、下はクッションフロアに張り替えて、でこちらに全部棚を自分でつけて、服とかを収納してます。ちょっと汚いですけど、はい、お風呂です。このお風呂、もともとバスタブがこの辺にあったんですね。ものすごい低くて、すごい使いづらいお風呂だったので、それが、嫌だったので、
これを上げてもらう。そして、40センチぐらいタイルが張ってますけど、あそこまでこう綺麗にタイルを張ってもらうのと、あと、下も、タイルを張ってもらいました。ちょっと壁とタイルの間に隙間があったんですね。でそこから水が入って下の、基礎の部分が腐ったりするの、湿ったりするの嫌だなと思ったので、そこだけは左官屋さんにお願いしてやってもらいました。バスタブは買おうかなと思ってたんですけど、前にあったやつがもう普通に状態が良かったので、そのまま使ってもらうことにしました。ちなみに一番最初業者さんに、お願いしてオール電化にしてもらってます。なので出てくるお湯は、エコキュートで沸かしたものが出てきます。これ洗面台です。ここにもともと洗面台があったんですけど、使える状態じゃなくて、しかもここに今壁ありますけど、これなかったんですね。だからここがもう筒抜けの状態だったので嫌だなと思ったので、まずここに壁を作って、そして、この洗面のこの陶器を買ってきて、で木を買ってきて穴を開けて、まあ、自分でつけました。これは一応エコキュートのお湯が出るようになってます。でこれもまあ自分で蛇口を買ってきてつけました。あと一応水跳ねが嫌だなと思ったので、ここに、キッチンパネルを一応貼って、鏡も買ってきて、こういうのも自分で色塗ったりして取り付けました。ここの壁もクロスを貼ってます。下には一応こう収納ができるように棚を一つつけてます。でこれがトイレです。来た当時このトイレちょっとあんまり使える状態じゃなかったんですね。ですぐに業者さんにここは、床と、まあ、撤去してもらって床張ってもらって、石膏ボードだけ張ってもらった状態にしてました。ここはもともと汲み取りです。浄化槽をつけれなかったんですね。ちょっといろいろ事情があって、もちろんお金もすごくかかりますし、なのでもう汲み取りで行こうということに決めて、簡易水洗トイレっていうのをつけました。これ匂い気になるかなと思ったら全く匂いなくて、下から上がってくる匂いもまあないですし、ウォシュレットもつけれるのですごい気に入ってます。で、クロスを自分で貼って、電気自分で穴開けてつけて、で便器も自分で買ってきてつけました。あとなんかここら辺に適当に棚つけたりして、すごい広くていいトイレです。気に入ってます。ここが、寝室ですね。私たちと、フーゴがここで寝ます。これ人が来る場所じゃないのでもう簡単でいいだろうということで、畳を剥がして、でクッションフロアにしました。大して手をかけた場所じゃないんですが、まあ壁を白く塗って、これ塗ってます。壁はですね、天井はクロス貼ってます。でシーリングライトつけて、まあ本当生活の場所っていう感じですね。あそこにフーゴのスペースを作ってあげました。ここがキッチンになります。リノベーションするので一番最初に手をつけた場所がここでした。一番最初初めてバール買ってまずここを全部壊すことが始めました。床がもう腐ってもう抜けてたんですね。だから床を張り直して、一応断熱材入れて、で壁も全部取っ払って、で元々ここ40センチぐらい天井が低かったんですごく窮屈に見えたんですけど、ここを壁を壊した時に上見たら立派な梁が見えたので、これ出したらかっこいいよねっていうことで、壁を40センチぐらい上げたところに、石膏ボードを貼って、こういう形になる。だいぶだから広く見えますね。そして、インターネットでも、キッチンを自分で買って、で、まあ、友達に手伝ってもらいながらして自分でつけました。でここに、IH もこのキッチンはちょっと思い入れの深い場所かもしれません。
と廊下行くと、ちょっとガレージがあります。広さとしては、車が2台止めれるぐらいの広さです。で僕は自転車ちょっとやるので、このスペースは非常にありがたくて、雨が降っても、夜でも、自転車のメンテナンスとかそういうことができます。ここで結構木切ったり、物を作ったりっていう作業もここで、できます。非常にありがたかったですね、これは。そのうちここも整理して、なんか棚とかを作って、かっこいいガレージっぽくしたいなと思ってます。いつになるか分かりませんが。はい、どうだったでしょうか。僕そんな家を作ったりとか DIY とかそんな経験があったわけではないんですけど、今の時代インターネットに、欲しい情報っていくらでもあると思うんで、それを見ながら進めてきました。やっぱ自分の思い通りに行った時とかっていうのはすごい嬉しいですし、一つ一つのものに愛着が湧くので、やってよかったなと思ってます。で、田舎に引っ越してきたんですけど、今のところなんか不自由に感じることもそんなになくて、逆に自然がいっぱいで空気きれいで、夜はすごい静かで星もきれいだし、奥さんもすごい喜んでます。最初やっぱり知らない土地に、移住するっていうことで不安なところとかあったんですけど、来てみたら地域の人たちはすごい親切で、若い人が来てくれたっていうことですごい喜んでくれて、いろいろよくしてくださいます。今田舎暮らしとか移住とか考えてる人の、何かの参考になればいいなと思います。ありがとうございました。